限定スティック試乗会始まろうとしてます。徐々にね広がってきてますよ。ワイダーカンパニーもここに来てもう12、3年ありますし、アンヌプリ国際スキー場それとも、ね、共同の試乗会多くのねユーザーが来てくれて、まあ今年もいいシーズンでしたし、来年にかけてねラストシーズンこう迎えながら来年にかけてのこう思いがこう広がっていくっていうような今日イベントです。よし、じゃあ限定シリーズね、色の確認流していきたいと思います。本数が多いんでね、色だけパッパッと説明していこうかな。 TT158 ですね。あ、いい色だな。これワークスですよね、調整モデルの TT160。 お、白になった、ライトになってますね。 TT165 クラシック、これが最初の1本ですよ。 YouTube も上がってますからね、見てみてください。それから TT165 クラシック、ウーマンズフレックスね。これ体重の軽い方とかね、ライトウェイトの男性、いいですね。カービング性能よく曲がりますよね。168、TT168 ですね。これね、フラットキャンバーながらすごく節節長が長いようなね、フィーリングを得ますね。非常に安定したフラットキャンバーっていう印象です。で、スラッシャー。これサイドカーブがね、強めにしたフラットキャンバーで、フラットキャンバーとしては2本目の板でしたね。もういい深いコンだな。そしてトリニティシーサーモデルですね。これね、いいな。これもねカービングなかなかいいんですよ。スワローテールあれだけど、すごくエッジがしっかりした板という印象です。でゼファーね、これもテーパードがねきつくないから、かなりねこうスワローテールというかこのフィッシュテールながら、カービング性能というか切り返しもね安定したようなボードです。でマジック38、これもテーパードが少ないんでね、同じようなフィーリングで感じております。でスピードマスター、これ最初に出たビッグボードでしたね。限定スティックのいい色だな、なんか紫というかピンクというかいい感じですね。それからインポッシブル、これ長いね、 This is 限定スティックみたいなね、細身で長くて非常に柔らかいフレックスですね。トーションも強いんじゃないかなと思ってます。でフロータ153ユニ、これ一般的なエントリーボードというか限定スティック、最初の限定スティックないしはパウダーもやっていきたいという方にねおすすめしている、シリーズとなります。フローターシリーズね、これ好きでよく乗るんですよね。153ユニ、これがさすがに私の足のサイズだったらちょっと難しいですね。もうドラッグしちゃうから女性ですね。でフローター162、これ結構乗ってます。いろんなスプリットボードもこれですし、まあ難しい斜面行くときとかこういうのを使っています。パウダーはねちょっとギャンバーもあるボードですし、もうちょっと浮力がとかあるんですが、まあ潰しが効くというかいろんな斜面、行ける安心できるボードです。よく選びますね。ティッティ118、ティッティね子供用シリーズ、今年からねサブスクも始まってますからね、だいぶ動いてるんじゃないかな。みんな成長が早いですからね、子供はね。ちょっと緑がかったものから、色がどんどん薄くなりつつ濃くなるのか、次これがヤルカですね、125から、ロヒ132で、ここ卒業するともうあれですね、大人用のボードの柔らかいボードっていう風になりますかね。インディペンデントシリーズマンタレ142ですね。これ結構ね女性から男性も一部いたけれどもね興味があるってことをよく伺いました。マンタレ145、マンタレーシリーズが142、145っていう、まあ、短めのシリーズですね。それからライトウェイト、ウーマンズレックス、ちょっと細身なのかな、このピンクの方が。それからベイビーマンタレ、これもね、これ、マンタレーシリーズの次、マンタレーの次に出た、このインディペンデントシリーズで、女性にね、かなりエントリーボードの女性に勧めておりました。テールが短いの特徴ですね。だからあとテーパード、最近でいうとこのオルタネイティブシリーズよりかはテーパードノーズが太くてテールが細いっていうのは少ないんですけれども、原点の中では割とテーパードのね強い板となります。
なんでね、あのノーズの浮力を得やすいってことで、テールが短いってことで、アレパウやツリラの中でも、ノーズが持ち上がるというか、テールを、入れ込むストール的な動きでね、スピードコントロール調整可能っていう、調整がね、スピードコントロールが割とイージーっていうような印象です。で次、ベイビーマンタレーのハードフレックス、そうか、これね、ドラグしなければね、もうちょっとしっかりとあの踏んでいくっていうような意味では、あのゲレンデのねカービング性能にもうちょっと特化したような形になるのかな。うん、ビビットの青ですね。で次マンタレ来ました。これがね最初のインディペンデントシリーズ最初の1本、丸山隼人バーベルスモデルですね。これもね安定のボードです。これも今でもね滑ること非常に多いし、あの乗ってんの降りやすいねって声よく伺いますね。それをねちょっと細めにして角を取ったっていうんでしょうかね、スティングレー、これも癖がなくてねよく進めています。黒か、うん、いいね。それからベイビースティングレー、はい、でインディープールデッキ、うん、いいですね。でインディペンデントスティックで、ジャイアントマンタレ、これ小村さんよく乗ってますね。で XY アレックスヨーダですね。うん、いやこのね縁のねこの柄が統一してこのとこ来てるね、色はねグリーン、いいグリーンですね。スプーンフィッシュですね。でスプーンフィッシュの146、スプーンフィッシュの146ですね。うん、去年のチェイサーみたいな色かな。でスプーンフィッシュ152、それからマウンテンレーサー、おお、縦のラインが新鮮ですね。でフライングカーペット、これフラットキャンバーの短めの板ですね。でマーメイドでドリフター、これフラットキャンバーなんですね。ウルタネイティブシリーズかな。ロケットフィッシュ、このね短いシリーズ、テーパード、ノーズが太くてテールが細い、しかも割れて短い、このね最初の1本かな、これがロケットフィッシュからいってどんどん太くなったり長くなったり推移してきています。でロケットフィッシュハイパフォーマンス、これねハイパフォーマンスってここからのシリーズ、ちょいちょいありますけれども、基本的にアウトライン、ほら同じようじゃないですか、このアウトラインをこのグッとこうウエスト、そしてテールにかけて絞ってあるんですね。そういうことでこうカービング性能を増すというか、切り返しの速さ、乗りやすさというか、あの出てますね。でロケットフィッシュハイパフォーマンスソフトフレックス、さらにねその、トーションであったりとかフレックスが柔らかいんでしょうね。ということで、スムーズというかしっとりとしたようなターンというのが可能になってきます。で、ロケットフィッシュアウトラインコア、これね中の木の組み方ですね、これ特徴あるでしょ。この組み方でね、これなんかもオウムとか、ちょっと言うとマコちゃんこれ乗ってるんですけれども、これ聞くとね、ただこれで硬いとかね、それだけじゃなくて、これ独特なね粘り、独特なフレックストーションあるようです。ぜひねこれあのロケットフィッシュないしはビッグフィッシュ乗ってる方はね、このアウトラインコア、これのね乗り味もね体感してほしいなと思ってます。でミッドフィッシュ、これ去年出たねこのシリーズですね。ビッグフィッシュとロケットフィッシュの間、中間に当たるんでしょうかね。さらにバラクーダ、ハイパフォーマンスをワンサイズ小さくしたような形でしょうか。細かく言えばねもうちょっと違うんでしょうけれども、ちょっとねこれたくさん乗り込んでないんで、説明は割愛させていただきます。で次バラクーダですね、これも人気あるよな。さらにバラクーダハイパフォーマンス、うん、これもいいですね。私これ欲しいな。よし、そしてビッグフィッシュ、おーかなり渋い色ですね、うん、これよく乗ってますね。でスーパーフィッシュ、まこちゃんよく乗ってますよね、うん、インポッシブルほどは長くないけれども、このシリーズ中では一番長いボードになりますね。でさらにテーパードで、テール見てください、この割れもスリットもねかなり長いですね。それからスーパーフィッシュクラウドライナー、あれテールがちょっと違うように見えるけどな、クラウドライナーちょっとこれテール違わないですかね、うん、クラウドライナー、そうかこっちの方が
ただのフレックスじゃないですね。スーパーフィッシュのクラウドライナー、もうちょっと太くなってますね。クラウドライナーの方がテールのね、フィッシュの具合っていうのも太いですね。だからこっちがちょっとインポッシブルより、元々のスーパーフィッシュが、そしてこっちはバラクーダみたいな、ちょっとテールに近づいてるのかな、うん、ホーネットですね、うん、これはねテールが割れてないオルタネイティブシリーズなんですけれども、ここからね、うん、これ太いですね。これ一番太いかな。ホーネットとチェイサーっていう感じになるのかな、順番が、うん、かなり浮力のあるテーパードのあの棒です、決してねめちゃ長ではないけれども、148.7 なんで、めちゃ太じゃないけれども、かなりの浮力を得られます。で、フレア。これ女性用にね、最近出た、割と最近出た、ボードで、かなり、イージーって言っちゃうとあれですけどね、いいエントリーボードになってます。うん。ザ・チェイサー。ね。これもね、ホーネットのね、次にこう出たというか、若干浮力の、少ない板ですけれども、これもいいですね。で、ザ・チェイスハイパフォーマンス、これ私よく乗ってますね。去年この回の時にも YouTube で紹介した、ぜひ見てみてください。原点レビューでね上がってますから、非常に柔らかい板です。で、フライフィスクでね、スプリットボードと、ね、アウトラインコアがなかったですけれども、もうねほぼ全部のボード約60種類あります。すごいな。原点今日ご覧ください。 TT モデル、あ、 TT ブッツ、 TT スノーサーファー、この辺試乗もできます。ユニオンバインディングです。で、ここね、大きい靴になるとこれ伸ばすことで対応するんで、センタリングが取れながら後ろをねこう出していくっていうようなことでしていくんですけれども、これね、かなり安定したバインディングメーカーじゃないかなと思っています。ですね、なんとこう今年の試乗会はサロモンバインディングありますよ。で、最近ね、店長のガクギアチェンでも説明してますけれども、このディストリクトっていうモデルあるのかな、このワイヤーが入って、ケブラのワイヤーが入ってね、ヒールカップが柔らかいっていうモデルなんだけれども、このモデルね結構人気があって、うちでもねよくやってます。それにね集中して、今日はそのバインディングの試乗、これも可能になってます。ご覧ください、原点スティック試乗会2022年、2023年モデル、まあ、色をね確認する、現物見て色を確認するっていうのも大きな回ですけれども、若干変わってるね、ボードのフィーリングとか乗り込んでいる方も多いですね。限定スティックのテーブルエンターやってからは何年だ、もう1年になりますかね、ということもあって、だいぶ認知、ご認知いただいてて、楽しみにしていただける方がね来ていただきました。で、今年も先ほどもね紹介しましたけど、サラも K2 ユニオン、もうねどんどん仲間も増えてって、すっごいいい感じですね。これだって欲しい商品は雪のあるうちに頼んでおかないと、ダメかな。まあスノーボードはねだいぶ代理店が買い取るっていうビジネスでもありましたけれども、だいぶ変わってきてます。みんなね物をやっぱりなんだろうな、あんま在庫商売ではなくね、説明して受注を取って、そしてっていうようなビジネスを推移してきてるんで、これは今年こそ持ってる方はねぜひ早いうちにね、私たちライディングもやってますし、限定スティックの販売湘南、そしてニセコで行っております。何かわからないことがあれば、ぜひね会社の方にメッセージの方よろしくお願いいたします。それじゃあ、今日も来てくれてどうもありがとうございます。また YouTube でお会いしましょう。失礼します。たくさん話したね、いつもそこに